あ、うまいうまい。お、すごい。ナイスまさき町で行われていたのは園児たちによる稲刈り。青葉幼稚園の園児およそ90人が挑戦しました。自分の背丈と同じくらいに成長した稲を鎌を使いながら一生懸命刈り取ります。今日刈り取った稲は絹娘という品種で、6月に園児たちが田植えをし、地元農家に協力してもらいながら育てました。楽しかった。ジコジコするの楽しかった。お米どういう風にして食べたいですか？おにぎりにして食べたい。園児たちはおよそ50キロのお米を収穫。そして最後に強力な助っ人も。頑張れ頑張れ頑張れ。コンバインで一気に刈り取っていく姿に子どもたちも釘付けになっていました。今日収穫したお米は給食のほか、12月に開催する園のおにぎり大会で園児がおにぎりにして食べるということです。